桜林康式は、日本の政治家。現在、北、北海道国際文化交流協会代表。元北海道名寄市長。北海道名寄市出身。北海道名寄高等学校卒業。1962年3月、札幌短期大学卒業。同年4月、山崎証券に就職。1963年、同社を退社し。 名寄市役所に入り、職員労働組合書記長を務めた。1971年、名寄市議会議員に日本社会党から立候補し初当選。以後連続4期当選。1983年同議会副議長を経て、1986年、名寄ろ市長選出馬のために同党離党。革新刑務所属として、名寄市長に初当選。以後、 連続3期にわたって市長を務めた。1996年民主党から北海道第7区で第41回衆議院議員総選挙に立候補するも落選。2000年第42回衆議院議員総選挙でも再び7区から立候補したが落選。2011年北海道議会議員選挙に出馬するも落選。1996年 北北海道地域活性化センター理事長に就任。1997年4月、稚内北西学園短期大学経営情報学科客員講師。2000年、北北海道国際文化交流協会代表に就任。2006年4月、同じ高校出身の久保田博史に壊れて、私立名よろ短期大学非常勤講師。2008年、 公益社団法人北海道自治研究所理事。2009年4月より、旭川大学大学院地域政策研究科、非常勤講師を務める。ありがとうございます。